皆様こんにちは、やまいもです。本日はワールドネバーランドエルネ王国の日々を始めていきたいと思います。はい、なかなかイベントが進んでいなくてですね、キリのいいところまでやって動画を撮ろうってずっと思ってたんですが、全然キリが良くなりませんでした。はい、本日ですね、予定ではコロちゃん誕生日だった、あと授業がありますので、まあ、授業の方に参加しようと思います。この前評議会あったんですけど、いつも通りでしたね。はい、なのであと困った時の仕立て屋クーポン、こちらはね、今日はあまりネタがないので10枚引こうと思います。早速では参りましょう。仕立て屋クーポン10枚一気に使います。何が出るかな。さあ、あ、爽やかな既婚者の服2着目ですね。これでまたレズリーさんとお揃いで着れますね。あ、ボタン押しちゃった。いやー、ボタン押しちゃった。ちょっと待って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 、ちょっと待って、何押した、私やってしまったな。トゥルルンルンを何回もやってゆっくり見ようと思ったのに、いや、しかも見れない。ちょっと待って、爽やかな既婚者の服、これまあ当たりだよね。あと流水、何これ、子供かな、これ着物じゃない。え、待って待って、背中のクマ、これちょっと熱くない、小さなシルクハット、え、夕暮れのサマードレス、ちょっと待って、ちゃんと見たいんだけど、横かぶり、え、当たりじゃないこれ、ラドの角、フラワーナイト、え、これ全部当たりな気がするんだけど、ちょっと待って、一個一個チェックしなきゃ、ちょっともらってきます。はい、授業に行く前にさっきゲットしたやつをチェックしたいと思います。もうちゃんとね、ゆっくり押せばよかったのに早く押しちゃったから、結構子供服が多いかな。まず背中のクマのアイスっていうアイテムを、どれだ、なんか2個ぐらいね、飾り、あ、トナカイじゃないね。あ、待って、このシルクハット、これどんな、あ、ちょ、服脱いで、服を脱がなきゃ分かんない、外す、ん、ちょっと待って待って、キャラクター、あ、こういう系ね。で、これの紫と白をゲットしたんじゃないかな。これか、小さなシルクハットも、あ、同じ感じだね。 OKOK、 小さなシルクハットと紫のシルクハット、あ、じゃあお揃いでできるんだね。なるほど。あとラダの角と、ラダの角冠、なんかお面がアイテムで手に入ってるね。これなんかレアだよ。はあ、これみんなよくつけてるやつ、あのアリーナとか行ったら、はあ、めっちゃいいじゃんこれ。これめっちゃ嬉しい、着物に似合うね、最高だわ。あ、今回当たりだと思う、早くボタン押しすぎちゃったけど。あ、これもやばいと思う。いやー、かわいい、これ耳もついてて角もついてる、これは激アツだわ。で、背中のクマ、これか、違うな、これだ、え、つけたかな、ちょっと待って待って、見えない見えない見えない、ええ、ちょっと待って待って、可愛いんじゃないこれ。いやー、すごい、ちょっとロン毛だからかぶっちゃう、ロン毛かぶる、ロン毛かぶってるよ。あ、でもいいねこれ、あ、すごい可愛い。え、大当たりじゃない今回、え、びっくりしたんだけど、ここに見やすくなったよね、前よりね。夕暮れのさ、多いな、でも荷物が、これだ、これが新しいやつだね。これが後でオンちゃんに着せるとして、ざっと、あ、これだ、これ着よう。おーおおお、ちょっと待って、かっこいいんじゃない。あ、すごい派手、派手だけどかわいいぞ。え、めっちゃいい、なにこれ、素敵ねえ。フラワーない、あ、あったあった、待って、かっこいいんじゃないこれも。すごい似合うじゃんこれ。これ女の子に着せたいね。え、ちょっととりあえず
おんちゃんのところに行って着物を着せよう。おんちゃんどこかな、自動移動でキャラクター、え違う、こういう関係だよ。あでももう授業の時間だ、授業までに間に合うかな。おんちゃんにレッツゴー。おんちゃん、おんちゃんどこだ、おんちゃん探せない、自分の子供なのに。さあ急いで。あ、おんちゃんいた、何してるの。探索してみたら、まあ、そんなんどうでもいいね、ちょっと待ってくださいね。服でさっきゲットした着物をこれだね、これをおんちゃんに喋って着せると。それ着替えない、何着てんの今、これ着せよう。これ持ってるやつと一緒じゃない、でも名前流水合ってるかな、合ってるね、流水の、うん合ってるね。前のやつちょっと色が違うんだね、前のやつは水引き持ってたよね、どっかにある、あこれだ、ちょっと違うんだ。あじゃ あのプルルとお揃いで着せることができるんだね。ちょっとジャケットも見たいんだよな、その着物もいいんだけど、これか よそ行きジャケット赤だ。おんちゃんでももう一回着物後で着せるけどね、着替えない、おんちゃん着物気に合うからね。あやばい、これも似合うぞ、これも似合うな、今のいいね。おろろ、おろろじゃない、あ坊ちゃんだ坊ちゃんだ、でも着物で行こう、でも着物で今日も何回もカチ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 しちゃうね。ちょっと待っておんちゃん、よしナイス、よし着替えて、よしオッケーで、待って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 、装飾品で、どこだ、レアだよねこれだ、横かぶり、横かぶりを着せる。おんちゃん、よし授業に間に合った。お父さんこの服で、お父さん着物で行こうか、どうしようかな、あれ持ってない、じゃあ自分がつけてるじゃん、おバカおバカ、違うよ、あんたはそれつける、あんたはこれをつけるんだよ。んでこれを持ったままおんちゃんに話しかけた、危ないわ、自分がかぶっちゃったよオッケー、ああかわいすぎるんですけど、かわいすぎる。では授業の方に向かってる間に多分始まると思う。あ、授業始まる。お、おんちゃんがいます。おんちゃんがいますね。こんにちは。アサリアの花の話だね。あ、おんちゃんがいる。めっちゃ可愛い。これは撮影だ。おんちゃん、反対側にお面があったらいいのにね。でもおんちゃんってわかるわ、ここは見切れるんだよな、ここがつらい、ここにも映ってほしかった。あはーいしてる、めっちゃかわいい。ご飯、ご飯ですね、サリアの花の話は何回もしてるから ね、ここはねご飯を頑張って、はーいしてる、めっちゃかわいいんだけど。お待ち、ランチタイム、わーいって、お弁当持ってない人いるのかな、なんか置いてはね、何食べるんだろう。いただきます、いただきます。さあかわいい、なんか食べてた、なんか食べてたよ、かわいすぎる、素敵です、ごちそうさま、またさ、またにさよなら。いやかわいい、ここどこで、オロロちゃんにも服を着せたいけども、まずプルルに、プルルが着物を着たらどうなるのか、あのお揃いでね、今まで持ってたやつ、プルル一番下だよね、プルルね、違うわ、はあ、めいっ子のエピもここに入るんだ、わちょっと激アツ、気づいてなかった今まで、そうか、しかもエピ才能持ちだし、姉もりの子供だし、なんか嬉しいね、幸せだね、なんかね、家族が増えて幸せだわね、と耳が面白いわプル
部本当に家にいた。何ミッションって。あ、なんか頼んでたんだ、気づかなかった。違う、どれだ、衣装衣装。なんかね、これさ、今多分おんちゃんが着てるやつとお揃いなんだよね。ちょ、女の子が着たらどうなるのかが見たい。うん、着てみて一回。あ、一緒なんだ、男の子に見るな、プルル。まあいいや、着せとこで、オロロちゃんにこの今レントが着てる服とかを着せたい。妻どこだ、妻オロロ。え、獣道にいんの、何戦ってんの。これを持って夕暮れのサマードレスを着せてあげたので、これを持ってリアン何しようかな。そうだね、後で行くよ。家族にしか着せないっていうね。もうちょっと余裕があったらね、親友とかにも着せてあげてもいいかな。さあ、オロロちゃんが帰ってくるまでね、ちょっと待っておきましょう。あ、オロロちゃんいた、よかった、帰ってきたんだ。衣装着せよう。そう言わずに。あ、結構ね、ちょっと待って、めっちゃ可愛いんじゃない、詳しく。え、可愛い、何これ、やっぱ女の子可愛い。何この若い感じ、腕が出ちゃった。え、かわいい、何これ、めっちゃかわいい、似合う似合う。あ、違う、頭のお花つけっぱなしだったんだ、ずっと前からずっと隠れてて見えなかったけど。かわいい、一緒にどこか行かない。で、どこ行くって、じゃあ2部の丘。いや、めっちゃいいじゃん。だ、今日はクーポンを引く回になっちゃったね。あ、久しぶりにね、お誕生日おめでとう。気持ちがいいな。後ろから見てもめっちゃ可愛い。ロン毛だと邪魔だな、これ。可愛い。髪の毛の色も変えればよかったね。退屈しない？いや、可愛い。いや、ちょっとオロロちゃんにこの服も着せたいな、じゃあ。また一緒にデートしようねって。ちょっと待って、レントンこの服脱ぐから。脱いで、外して、手に持ってほしい。手に持ってない。これなんて名前だっけ？あ、待って、オロロちゃんどこ行った？オロロちゃんどこだ？いたいたいた。ん？離して。着替えない？その服かわいいけどね。こっち来て。え、見たい見たい見たい。あ、かわいいわ、女子の方が絶対かわいい。何これ、めっちゃ似合ってる。いいじゃんいいじゃん。レントン今日は、でも大人の服はこんなもんかな。あとは爽やかな既婚者の服は持ってるもんね。次レントンがサマードレスを着て、私レントンがサマードレスを着たので、このまま一緒にお出かけしないで、よし、やることない、やること、大丈夫大丈夫、いけるいける、そのやることもやめようね。しとこ行こうし、ディムの丘、これでもう一回写真撮ろう。さっきとはね、逆バージョンでいきますよ。かわいい、かわいいね、こっちバージョンもいいね。いや、女の子全部かわいいわ。セリフはずっと一緒ね、何回も行くけどね。いや、こっちもかわいい、撮っとこう、記念に。いや、いいわー。さあ、あ、やっとよそ行きのジャケット赤とかも着せてあげたらよかったかな。でも今日はでも本当当たりだったと思う。あ、え、夕方から試合なの。いや、今日動画終わろうと思ったけど、行くわ。じゃあ夕方試合、山岳兵団の村ってどこで戦うんだっけ。私見たことないな、時間飛ばしてみようか。どこだろう、ここじゃないよね、こっちか。あ、闘技場だ。じゃあここで時間飛ばしたら見れるのかな。見たことない。一回飛ばしてみよう、見れなかったごめんなさい。あ、始まった、はい、見ます。どなただろうこの人。ズスタンさん、
あれもボイドさんだからみんなご親戚なんで、ボイド家が多いな。めっちゃかっこいいじゃん。バルナバさんめっちゃかっこいいじゃん。あ、アンデルだ。頑張ってアンデル。あ、よし揃いました。お、え、めっちゃかっこいい。え、試合始め。え、かっこいい。やばいんじゃないの？アンデルやばいんじゃないの？何？お、あの軸飛ばしてたからわかんない。あー、負けたんだ。アンデル。あ、なんで何今の？今チラってきたよね。アンデル残念、残念だったね。あ、試合残念だったね。あ、かわいそう、なんか。ごめんね、この角貸してあげれたらよかったね。うん。あ、バナナだ。どこ行くの？お腹減ったのかな？撫でとこ。よし。で、今日はこんな感じで終わろうと思います。自宅に帰りながらね。で、イベントの方も頑張ってね、なんとか1000以内を目指して頑張っていこうと思います。いや、今日は仕立て屋クーポン当たりだった気がする。ね、やっぱ10連はいいですね。また絶対10枚貯めて引きます。だからインテリアも10枚貯めて引いた方がいいと思うから、頑張って貯めます。皆様ご視聴ありがとうございました。また他の動画とかこちらのエルニアとかいろいろ見てください。さよなら。バイバーイ。